はい、皆様こんにちは、こんばんは、ルルシです。とね、本日もね、まあ、絶賛すっぴん中なんですけどもね、お肌のためにねで本日はちょっとあるものをねゲットしたので、それをちょっと動画に撮ろうと思います。ですね、私、近所のコンビニをはしごしたんですけども、そこではなんかなぜか知らないけど売ってなくて、ちょっと自転車でかっ飛ばして行ってきたら、じゃんこちらですね、モンスターマガジン。こちらは、ローソン限定の青バージョンです。私が行ったとこはローソンでした。でセブンイレブンだと、青じゃなくて緑色で、書店だと赤色みたいですね。私はちょっとローソンだったので青色ので、これがなんかローソン限定のだとブルーケンチ、ブルーマンケンチが2体手に入るみたいです。でなんかめっちゃ地味にこれ嬉しいよねでなんか特典がなんか結構多くて、この豪華特典、ほらなんかチャンスガチャっていうのが引けるらしくて、これどこだっけ、あ、ほらチャンスガチャ、チャンスガチャと、あとクエスト、ジャック・マリー・アントワネット天狗の中から1枚だけ、どれか1枚だけ手に入るみたいです。私的にちょっとマリー・アントワネットが1体足りないんで欲しいんだよねマリー・アントワネットさんが欲しいんだけど、早速ちょっとちょろちょろって見た、ちょっとさっきちょろって見たんですけどね、ちょっと結構ね、これ私的に結構嬉しい。私もともとアニメとか漫画大好きで、このイラスト集とか結構ね買ってみちゃうタイプなんで、このね、まずじゃあちょっとイラストね、このサイズのねルシファーをみんな見たことあるか、俺ほら見て見て、超でかくない、ほら私の顔と同じぐらいのルシファーめっちゃこのねサイズのねイラストでモンスターのねほらキャラクターを見ることが初めてなので、結構これね見応えありますよ。こっちウリエル、ほらウリエルもほらすごい、なんか細部まで見れるからめっちゃ面白いよこれ、ほんとに。で私の愛しのロミオさん最近めっちゃ活躍してるダンジョンで、ロミオさんで、なんかさ、これ設定とか書いてあんの、ここにね。ロミオの場合は、クールを装ってるけどね。根は厚く、自分の決めたことは最後まで貫き通す意志。強さがある、性格の青年。すごい、なんか、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい男じゃん。で、神化の方かな、神化の方は、悪魔の力を覚醒したバージョンですね、こっちね。で、進化の方が、なんか、同族殺しのデビルハンターをイメージしてるって。あ、違う？ん？反対かな？進化こっちか。進化が悪魔の力を覚醒してて、神化は、反悪魔化した同族殺しのデビルハンター。これ合ってんのかな？合ってる。その通りに今読んだからね。うん、いや、これめっちゃほら、こっちがジュリエットですね。などなど、このオーバーイラストは結構ね、見応えありますよ、ほら。その他にもいろんな、たくさんの子がオーバーで描かれてます。で、あとはね、この降臨クエスト徹底攻略。これ私的に結構嬉しいかな。なんかさ、iPhone で、こう、調べながら、ダンジョン中断して調べてってやってると、それかほら、パソコン開いて調べてってやるの結構難しかったから、ほら、こういう風になんか詳しく、毘沙門天だったり、このね、詳しくほら、こうやって解説してくれてるの。これ私的にね、これ熟読しとこうかな、ちょっとこれからに備えて。いいと思うんだよね。そう、あと村正のね、攻略とかも結構書いてあって。ね。で、あとはなんか、ほら、
こういうモンストを作ってる人たちの裏側だったりとかね、この作ってる人たちのね、ことが結構書いてあったりとか私全然笑ったのがさ、この大喜利コーナーでバッハが取り上げられた。この私的にこのバッハのキャラが結構ツボで、なんか面白いなと思って、このね、バッハをちょっとね、チョイスし、これね、あえてチョイスしたのがね、私的に結構、うん、いいセンスしてんなと思ったの。うん、バッハいいよ、うん。面白い、面白い。なんかバッハのなんか、いや、なんか使いどころがないみたいな、みんな言われてなません？なんかなんかいつ出番が来るんだ俺はみたいな感じのちょっとかわいそうな感じなんですけど、あとね、私がいいなって思ったのはこのキャラクターがね、こうやってこのボールになってるね状態でね、イラストで見れるの。これなんかさ、めっちゃ可愛いよ。なんか普段こうやってさ、一覧にして見ることないから、なんかすごい新鮮。なんかほんとうまくさ、このデフォルメしてるよね。ほんとこれ。これは可愛いよ、見てて。そう。こんな感じですね、中身は。いや、私的にこのイラスト、オーバーイラストすんごい好きだな。特にね、私はやっぱりルシファーいいね。なんか、私的にこのルシファーはね、白ギャルって感じで大好きなの。なんかすごいいいよね。なんか、金髪でさ、ブロンドで派手なんだけど、なんかちょっとあどけないみたいな感じがめっちゃ可愛い。イケイケのギャルよりこういう方が私は好きです。かわいいね。このさ、あぐら描いてあくびしてるこの感じもたまらないんだよね。超好き。こういう感じ超好き。じゃあちょっとさ、このこれ早速今さ、これやってみるね。ちょっとさ、ちょっとやってみる。チョキチョキする、チョキチョキタイム。よし、私こういうの下手くそだからジャキって言っちゃったりするんだけど、でも平成に取って切ればいいんだよね。平成に取って切っていけばいいんだよね。よし、ん？もう一個切るのか。これどこまで切ればいいんだ。今解体中です。えい、切れたかな。よし、ホーム画面、まず、あ、じゃあモンストをまずモンストね、まずモンストを開いて、はい、今モンストを開きました。で、今からね、このやり方通りちょっとやってみたいと思います。で、ホーム画面のヘルプ、ホーム画面のヘルプ、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 あ、これか、ヘルプ、違くないこれ。キャンペーンじゃない。あ、これは、これ間違えちった、ごめんちゃい。シリアルコードを入力で、これを入力すればいいんですね。今、入力しております。ゼロ、うん、言っちゃダメだね、これね。これ、んと?ん？よし。送信。お、認証されました。受け取りボックスに、あ、これで、満検知と、あ、届いた。満検知と、クエスト、あら、天狗かい。まあ。これがスタミナ1でね、できるらしいんで、チャンス玉1個と、チャンス玉、超チャンス玉1個と、ブルチャンス玉2個。ブルーマンケンチ2体、イェーイ。で、ブッチャにあんのかな？またこういう感じですね。
売却作業が入る感じのやつですね、いつもね、これね。ちょっと待ってね、ちょっとお待ちをしてくださいね。どこ行った、どこ行った、どこ行った。すいません。はい、で今ガチャの画面来てるんですけど、このね右上にちょっとテコンテコンしてるの分かります？これこれが、はい、これがチャンスガチャですね。でこれでなんかちょっと待ってくださいね。これでこのね、この子たちが、あ、待って、こうしたのか、こうしたのか、この子たち、このチャンスリドラが強化合成経験値100万で、こっちがチャンスリドラ、あれ？あ、こっちがチャンスリドラ DX で、こっちのなんかウェーンってなってる方がチャンスリドラだって。で、このヒトポタスの数が違いますね。こっちの DX の方が100万、いや、100体分ね、 100万体分なんて言ったら体力になっちゃうから、100体分、100体分で、ヒトポタス、こっちのワーってなってる方が10体分です。なんかめっちゃ可愛いけど。これ合成するのもったいないね。なんか取っといちゃいたいやつだよね。よし、じゃあ、早速。じゃあ最初、このチャンスガチャの方をね、引こっか。一回ずつ引こうね、せっかくだから。おい！何この派手派手。行くぜ。派手派手やな。チャン、チャン、キャン、キャン、ん？キャンペーン、キャンペーンって書いてあるね。よし、行くぜ、行くぜ。えい。どうや？え？あー、そっかー。あ、これなんか、そっか、外れもあるんだね。外れじゃないよね。そのこと言ったらカメさんに失礼だよ。いや、リドラちゃん欲しい。えい。どっかな、どっかな。あ、そういう感じ。満点点だね。満点点。チャンス玉入手方法。チャンス玉取りません。超チャンス。いや、これ一回勝負じゃん。お祈りしとく。行くぜ。行くぜ。行くよ、行くよ、行くよ。ちょっと後ろのデデネさん、どうにかして、ほらこれ。デデネさん。どうや、どうや、どうや、どうや。え？マジか。ちょっと、チャスダマの入手方法。いや、私もう一冊買っちゃう。これ、もう、これあれなのかな、何冊でもいいのかな？買っちゃうよ、私。残念。ごめんなさい、ちょっと、チャンスリドラさんゲットできなかったんですけど、ちょっとごめんなさい。はい、ちょっとガチャの方でチャンスリドラさんが出てきてくれなかったんですけど、ちょっと空気読んで出てきてほしかったんですけど、でも、この、モンスターマガジン、モンマガ、通称モンマガは結構ね、なんか結構魅力的ですよ、私的に。なんか結構チャラチャラ、パラパラって見たくなるね、このね。特に私はイラストが素晴らしいと思いましたよ。ね、あとでちょっとね、天狗さんの、あの、チケットが手に入ったんで、スタミナ1でやろうかなと思います。いやー、でも本当にこれクエストのね、攻略とかも書いてあるんで、結構なんだろう、モンストを始めた人とかも結構いいかも。始めたばっかの人とかも。まあ私もほぼそれなんですけど、ほぼそれの部類なんですけども。ね。あとアニメとか漫画好きな人も、これイラストのね、感じがすごい素敵なんで。ほら。
細部まで見れるんで、ぜひね、書店とか、あとセブンイレブンとローソンで売ってるみたいなので、4月23日発売らしいです。はい、私は早速ゲットしてみました。じゃあね、ぜひ皆さんも見てみてください。で、チャンスリドラをゲットして、ツイッターでつぶやいてください。で、私がいいなーっていうやつです。じゃあ皆さん、また、今日はモンマガの動画でした。じゃあまたねー。バイバーイ。じゃあねー。